始まりました。つけラジ。はい、今日は公園でのラジオになってます。秋葉原。いやー暑いね。どうでしたか今週は。何かありましたか。いやー僕は今週は何があったかな。何やろう。イマジナリーグルーの話やで、一人なのに何人かでやってみて話すラジオの一人。今ね、秋葉のとある公園で、はい、初めてだよね、外でのラジオ収録、はい、公開収録ということで、うん、はい、お客さんゼロ人です。都内某所ってやつ。そうそう、いやでも気持ちがいいもんですね。ちょっとジメジメしてるけどね、はい、いや今週何あったかな。何かあった今週。今週あれですよ、阿部ちゃんが記録更新して。ああ、ストロングのゼリー作りました。ああ作ったね、うん、作ったね、惜しかったな。今週マジで何、土日俺何もしないな。風邪ひきました。ああ引いてたね。俺も若干風邪ひいた、昨日、昨日ぐらい。昨日ほやほやじゃん。もうなんか 鼻水、あ、鼻水がちょっとなんていうの、緑っぽい鼻水になって。ああ、ハルクじゃん。そうそう、ハルクになって昨日。今日はもう治っちゃってるけど、ハルクやから。いや、アベンジャーズを淡々と。お、どこまで見ました。アントマンまで見ました。イエーイ。今フェーズ2を見終わったのかな。そうですね、アントマンが最後なんで、うん、アントマン面白いですよね。面白い、アントマンすごいよな、強いよな。知らんけど、俺はトイストーリーを見に行ってきました。ああ、どう、面白かった。俺はちょっとうんって感じですね。あ、マジで。賛否両論分かれてるらしいんですけど、すごい。あ、そうか、はい、言ってたな。なんか作らなくてもよかったんじゃないみたいな。今日あれだよね、新海誠さんの、はい、新メニュー、天気の天気のこつけ麺、新メニュー出すからね。うわ、今から見に行くんですけど。あ、映画館なんか久しく行ってないよ。俺も行ってない。行きたいな、うん、久しぶりに。すごいあの雰囲気好きなんすよね俺。いいよな、うん、あのな、映画始まる前のあの予告がいいよな。あ、いいっすね。あのカメラ泥棒ね。そう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 、カメラ泥棒。カメラ泥棒ってただのカメラの泥棒ですよ。カメラ泥棒、映画泥棒じゃなくて。カメラ泥棒ね。あれね、ここにいると蚊に刺されそう。ああ、そうっすね。いい感じに汗もかいてるから蚊寄ってくるだろうね。みんな汗臭いっすわ。カモ、カモだよ。こう何型が刺さりやすいんでしたっけ。大型でしたっけ。なんかあるよな。ある。 A ではなかった気がする。じゃなかった、わかんないけど。なんか、ね、O マイナスとかプラスとかあるね、確かに。あ、ありますね、うん、俺ら O いないもんな。いないっすね。 A と B、 A と B、 A と B だけ。 AB も O もないっすね。うん、 AB 型極端ってこと俺らは。そう。極端。極端。いや、今日あれだね、ファンミの会場見学行って。はい、そうやな、よかったな。約1ヶ月ぶりぐらいに会場を見たけど、やっぱでかいね。でかい、でかいし、ちょっと会場見たらやっぱ楽しみが増すというか、ね、ちょっとはしゃいじゃいました、うん、走り回っちゃいました今日。そう、一人でマイク持って。すげえはしゃいだな。いや楽しみやな、はい、マジで。何人来てくれるんだろうね。3000人。3000人。いやマジでちょっとなんか予約したけど行かないみたいなパターンはやめてほしいね。そうやな。そうですね。それだけは、それだけは本当に、あの多分行くまでは絶対めんどくさいなと思ってると思うんですけど、多分始まったら楽しいですから絶対。そう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 、もうスーパーな今ことを考えてますから。えぐいっすよ、えぐいっすよ。マイケル超え。そうそうそう。めっちゃハードル上げるやん。そう、マイケル超えね。いやでも絶対楽しんでいただけると思いますよ、はい、絶対。はい、しゃ、じゃあコメントいくか。早いな。今週は何件来てる。今週はですね、うん、少々お待ちくださいね。少々待ってるよ。今回第25回目か、うん、7件来てますわ。ありがとうございます。じゃあ読みますね、はい、メガネマルさん、ありがとうございます。4人で生配信してほしいです。ああ、4人で生配信は1回もしたことないんか。そうか、してないですね。またやろうか。はい、はい、続いてブラックさん、どうもありがとうございます。
毎回企画ものの面白いつけ麺図ですが、やったら面白そうなのに、やったら面白そうなのにコンプラ的にボツにした企画があった時聞いてみたいです。コンプラ的に、コンプラ何やりたいけどこれはダメみたいな、まあ、なんか世間の目がとかそういうことですよね。あ、ボツにした企画取ったけどこれオクラってこと、オクラコンプラ的に。オクラって俺らあんまりないですよね。オクラはあのそうめんと、え、そうめんとあと何かあったっけ、あれあの滑らない話みたいな、あああれね、あーあれか、ちょっとグダグダで、はい、これちょっと、そうそう今までのオクラはそんなもんかな。そうっすね、あとなんかコンプラ的なものとか、まずあれやもんな、撮る前にこれあかんってまずなるもんな。まあ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 、そうだね、やりたいけどちょっとこれはダメだなみたいな。結構その昔のさ動画見てもらえれば分かるんだけどさ、今じゃ考えられないぐらい下ネタ言ってるよね。そうなんですよね平気で、そうそうそう、すごいよ、食って食って食って下ネタ言って食って食ってみたいな、ね、だって俺らさ、まあ第1回ファンミーティングやったんだけど、それの前日になんか下ネタの動画あげたよね、ソーロー討論会、そうそう、第1回ソーロー討論会っていう、ソーロあるあるをただただ言うっていう。そうね、えっくいの、なんかもう広告もつかなかったですよね。あれ広告つかなかったね、はい、あんなつきませんよ。今日あんなんやってたよな。やってたなぁ、いやすごいな、欲望系 YouTuber だあれもやったよな、なんだっけ、 AV見て、 AV 見てっていうか、なんちゅうやったっけ、ああいうビデオ屋さんか、あビデオ屋さんに行ってスッキリ顔選手権か、そうそうそう、それ面白そうですね。そう、動画屋さんに入って誰が一番スッキリした顔で出てこられるかっていう、うん、っていうやつやってたの。やったけど、あれも結構それでダメだったんですか。評判は良くなかったね。良くなかった、良くなかった、ね、なんかそういうのやっぱやってほしくないみたいな、やってほしくない、そうそう、やっぱイメージが、そうやな、そうそうそう、まあありっていう人も中には、うん、面白いっていう人もいるけど、うん、みたいな、あれありましたね、あのボツになったっていうか、 やりたいって言ったけどああみたいな、あのウィーンを入れまして、あのおもちゃをウィーンっていうおもちゃを、 あの遠隔ね、はい、遠隔ウィーンをあの息子にくっつけてみたいな、なんかそうそう、なんか買い物とか買い物みたいな、買い物したら、マックでな、はい、注文したりとかね、面白そうですね。でもあのね、多分ダメだよね今。そうですね、今はダメだね。なんか世知辛いですね。そうそうそう、やっぱ YouTube も結構厳しくなってるから、うん、なんか 前までは広告ついたけど、なんか広告つかなくなった動画とかもあるよね。そうですね、タバコとかもダメだよね。そっかそっか、そうやな、そう、タバコの動画もなんか広告前ついたんだけど、ああなんかあのガラム、そう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 、ガラム吸ってみたみたいな、そうそうそう、あれもう広告今ついてないの、うん、あ、そうなんですか、うん、あの最近第三者をネタにするのがダメなんですよね。あらしい、だからモノモース系がダメになったらしい。そうそう、ほんじゃもうあの方とか、あの方とか、あ、そうなんや、ダメ、広告がつかなくなるみたいな。厳しいよね。なんでそんな厳しくしなくていいのにな、ね、こうやってコンテンツが終わっていくんですね。そうだよね、そうそうそう、こうやって YouTube が終わっていくんだよ。あのちょっとまああれですけど、ニコニコ動画と同じ道をたどって、ニコ動画もうどうしようもない、うん、終わっちゃった。でもさ、ニコ生で成功した人もさ、結局は YouTube は YouTube に流れてってるもんね。そう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 、だから YouTube で成功した人たちもなんかまた新しいのに流れてるんですか。そうだね、そうそうそう、流れてる、まあまあ、結局じゃあ流れるんだろうね、きっとね。まあ世の中今いっぱいいろいろ配信系のものとかありますから、ね、そうそうそう、動画サイトも増えてますし、そうそうそう、でもまあ俺らにはそこまで関係ないというか、まあな、まあそこまで激しいことしないからね、俺ら。それは良かったよな、うん、俺らは。最近で激しかったのはあれじゃない、熱湯風呂じゃない。あれ広告つかんかったもんな。そう、そうですね、あれはまあよくよく考えたら無理だよね、広告。確かにな、危ないっす。あれ面白かったけどね、まあ服はちゃんと着てな、うん、いけるかなと思ったけど、やっぱりな、まあ久しぶりになんか YouTuber っぽいことしたなと、自分で大満足っていうか達成感がすごいあったんですけど、ね、そうそう、あれさ、めちゃくちゃ熱かったよ、ね、あれはやばかったね、あれビビった。お湯足したから熱かったんですよ、ね、そうそう、最後まで本当に。俺さ、あの後バイトだったんだけど、バイトずっと体がピリ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 してた。マジで、うん、やばかったもん。あれ正直もうやばい、一歩手前よな、やけどの。いやマジ、もう一歩手前、一歩手前本当に。でもあれはでもほんまに YouTuber
みたいな感じだったな。久しぶり やってる方が楽しかった。楽しかった、はい、そうはい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてクートラブさん、おはようございます。同じ誕生日の人ってなんだか嬉しくなりますよね。私は芸能界とかでは宮坂あおいさんや平成ジャンプの知念くんと一緒なのですが、身近な知り合いでは未だに同じ誕生日の人に出会ったことがないんです。さて今週の質問ですが、これだけは曲げれないという自分のこだわりありますか？これだけは曲げれない、あこだわり、ピアスは絶対つける、おみたいな。え、そうなの？そうです。あのバイト行く時もアクセサリーとかつけないんですけど、基本、うんうん、ピアスだけはつける。あ、バイト中もピアスつける？あのバイトあれ外しますけど、行く途中とか。なるほどね。絶対つける。へ、ピアスが一番好きですね、アクセサリーで。ピアスは俺人生で一回もつけたことないから、そう本当にわからない。ちょっとあれつけたいという。そう、どっちも開いてないし、別につけたいとも思わない。ちょっとでもつけてみたいって言ってた時あるよな。まあ開けようかなみたいなのあるけど、結局なんかそのピッて開けてすぐその良くなるんだといいけど、そのジュクジュク感とかもあるから。そうですね、ジュクジュク期間とか。それ完成するのに半年はかかるもんな。それがめんどくさいんだよね。確かに。そう、なんだろう、曲げれないって。こだわり、俺ほんまにこだわりがない人。あ、ストロングゼロを毎日飲むっていうのは、こだわり、まあ、こだわりというかルーティーン、ルーティーン、日刊みたいなもんですよ。そうやな。これだけは曲げれない、なんだろうな、曲げれないこだわりね。こだわりというか、私小さい頃からこれずっとやってるわみたいなとか。なんだろう、なんかもう小さい頃からやってたら当たり前で、あーなんか俺バスタオルとか1週間ぐらい使う。うー、それどう、まあ、乾燥してれば全然使えますもんね。そう、まあね、1回体拭いてまたあのハンガーで乾かしてみたいな。へえ、俺毎回洗う。洗う、洗う派。でもやっぱ一人暮らしだとやっぱ同じやついっぱい使っちゃいますもんね。それもそっち派です、1週間とか。へえ。あとは俺あのやっぱ鼻とかほじるじゃないですか、うん、ほじった後に絶対10秒間こう両方で押さえて、ああ、広がらないように。ああ、俺そんなことしたから母ちゃんに教えられて、絶対もうこれちっちゃい頃からやってる俺。絶対そういうやつだったら自分もあります。なんかいただきますするときに手合わせるじゃないですか、うん、このときに手をパーンって鳴らさないっていうね。ああ、連静しないってこと。連静しないです。もう一人でプライベートでご飯食べるときいただきますって言う？言いますね。あ、言うんだ。俺言わないかも。なんか富士そばとかで一人で食べるときます。えらいな。俺言わない。心の中で。俺も心の中でだな。心の中で。どうすって。でもあの例えばお店の中とかでご飯食べて帰るときにお客あの店員さんにごちそうさまでしたは言う。ああ、言います。それは絶対言うようにしてる。俺もありました。あのコンビニの店員さんでも最後はペコってする、うん、ああ俺もそれはするわ、うん、ありがとうございますって。コンビニの店員さんはいつもなんかどうもって言ってますね。ああ、なんちゃらお釣りになりまだどうもっつって。なるほどね。曲げられない。曲げられない。こだわりね、面白いね。さて続いての質問いきます。はい、はい、エリカムイさん、ありがとうございます。1個目、もうすぐファミですね、早く会いたい。おお、ありがとうございます。来てくれるのかな、多分ね。待ってます、会いたいですね。続いて夏みかんさん、はい、ありがとうございます。おはようございます。二日酔いの中コメントさせていただいております。私もリーダーと同じでお酒に一番お金かけてます。ただ最近本当に二日酔いひどくて、二日酔い防止法があれば教えていただきたいです。俺二日酔いになったことない人生。俺もね、ならんぐらいに飲んでる。ああ、でもたまになるよね、うん。あー、なるけど、そのよあの頭痛くなったりはせえへん、そんなに。もう二日酔いになるときはなんかまだ酔っ払ってんだけどみたいなとき多いですね。あー、そうそう、朝起きてもまだ酒が抜けてなくてちょっと酔っ払ってるみたいな。そっか、あ、そう言われてみればあるけど、その頭痛くなったりしんどくなったりはせん。ただちょっとなんかほろ酔い気分みたいな。俺もどんだけ酒飲んでも2時間寝れば治る。すごいな、それな、うん、ただなんかすごいむくむし、めっちゃ水飲みたくなるよ。ああ、ね、そうっすよね。足がむくむ、とにかく。酸素カプセルに入るといいらしいっす。使いようの時って近場にないけど。一瞬で治るらしいっす。酸素カプセルってなかなかあるとこ少ないよな。ない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 。あれっていくらぐらいでできるんですか？
いくらだろう、ベッカムがやってたよね。100万円ぐらいかかるんじゃん。酸素カプセルって酸素が充満してるってことでしょ。そうですそうですそうです。あれって、あの俺大学の時その体育学部やって、うん、そのあってん、うんうんうん、なんかそれを入るとなんていうか回復が早くなるみたいな、筋肉の筋肉痛の回復が早くなったりとか感じやな。二日酔い防止ってなんやろうな。やっぱあれなんやったっけ、ヘパリーゼ。ヘパリーゼか、ヘパリーゼ、ウコンとか。何あのミンミンナハって言うとミンミンナハは眠たくならないやつだから。朝まで寝るやつ、ダンプのうんちゃが飲むやつだから。あとなんかあのタブレット系のなんかやつありますよね。あるんだ。なんでしたっけ、なんか一粒200-300円ぐらいする結構高いタブレットみたいなやつ。俺そういうの飲んだことない。本当俺二日酔いとかしないから。ヘパリーゼとかウコンとかほぼほぼ飲んだことない。そうやね、俺もそうやね、飲んだことないねんけど、うん、どうしたらいいんやろうな。やっぱり薬やな、薬というかそういうコンビニに売ってるやつやな。そういうやつ飲むんかな。そうですね、もう二日酔いになるたびにもうお酒飲まないって決めるんですけどね。体質なんだろうねきっと。お酒に弱いってわけでもないから、あの分解能力が弱いみたいな感じなんかな、ね、めちゃくちゃ飲んじゃうからそこね、うん、あそうやな、翔ちゃんはやっぱ飲むとき飲むから、うん、その分二日酔いになるんやろな。気持ち悪くて気持ち悪くて仕方ないんですよ。はい、ありがとうございます、はい、そして次のコメント、リナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1週間お疲れ様です。22年目の紅白韓国版のリメイクらしいですね。あ、22年目も僕だけいない街もビリギャルも春フールだよ。フールでそれはひどいよ。フールで見ました。自分の誕生日と同じ日の有名人に好きな人いると何か嬉しいです。だからね、フールっていうそのあれか、動画配信が。フールが一番すごいよね。へえ、いろんなのある。フールが一番高いんじゃないですかね。え、あ、そうなん。Netflixより高いと思います。俺でもアマプラ派だけど俺全部派なんで。全部派が一番すごい。全部撮ってんのか。ネフリー、あのアマプラ、フール、全部、すごいな。すごいな。それぞれなんかカバーしてないところもありますね。まあ俺はやっぱドキュメンタルが見たいから。あ、そやな、でかいっすね、それは。そう、ドキュメンタルでかいっすね。もう面白いもんな、あれな、うん、はい、最後の質問です。はい、和田隆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんていうの、誕生日花ってこと、なんていうの、誕生日花じゃないですか。誕生花とやらを調べたら、俺は椿で花言葉は誇りと完璧でした。ありえないわら、誕生日が間違っているんだろうか。質問です、どうしても覚えられないことってありますか。あ、俺は西と東は一旦考えないと出てくる。あ、俺それ全く一緒。俺はもう西と東って、北南は分かるの、上下で、はい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 、そうそうそう、東と西が分かんないよ、ね、俺も分かんないっすわ。なでも右が東やんな。言ったら北とこうだ、右じゃないけど。北を上にしたら右が東です。右が東やんな。あ、そうなんだ。あの俺の覚え方は、うん、あの東って右っぽくないやん。感じ的に。なんていうの、これ俺しか覚えれないやつやねんけど、東と西やったら西の方がちょっと右っぽいやん。ぽさは分からんよ。いや、だから俺の中での覚えてる感覚やねんけど。東が西やん。そうそう、右やねん。そうだから、あのぽくない方が東みたいな。あ、俺もうそれは全然わかんない。てかそもそもさ、使わないじゃん、普段使わないっすよな、うん、北さえ覚えとけば大丈夫っす。そうそうそう、上って。でも太陽どっちから昇るんだっけっていうの、太陽南だっけ。いや覚えてないわ。東西のどっちからっすよ。あのバカボンの歌の反対なんすよね。あー、それで覚えました、ね。全然わかんない。東から昇って西に沈むんじゃないですか。かな、西日って夕焼けじゃないですか。西日って朝でしたっけ。あれ、東日って聞いた時ないから、多分夕方だよ、西日って。夕方ですか、うん、全然わからん。俺そういうところに全然覚えられんな。ガバガバっすけど。何やろ、なんかある、これだけは覚えれない。ああ、あの外人の顔、外国のあの俳優さんの顔さんとかね、と名前。あ、覚えられないです。あ、そう、同じだと思う、ね、一致しないです、顔と名前。俺はでも結構割と、俺も覚えられるけど、覚えられるな、それは。なんだろう、覚えられない、覚えられないってなんだろうな。なんだろう、難しいな。右折左折かな。右折左折、右折左折わかるよね。わかります。いや、なんかさ、ややこくない、右左でいいじゃんっていう。右折左折、いや、なんかさ、
俺その教習所でさ、まあ、運転の練習しててさ、その 教員の人がさ、じゃあここ右折でみたいなこと言うけどさ、いや右でいいじゃんって思う。あ、一旦右折右やなって、そう、そうそうそう、自分の中で変換する。あ、なるほどね。右折って言われてもパッてこう、そう出てこないの。あ、東西みたいな感じ。覚えらんないのよ。変換しなあかんってやつ。言ったら、ワイパー覚えらんないですね。どういうこと？なんかワイパーってどれでワイパー動かすんだっけっていうのは全然覚えられないです。あ、なんか教習所ってワイパーとかガソリンとかなんか結構必要なやつ教えてもらえないじゃないですか。確かにね。確かにこれは当たり前だろみたいなね。そうそうそう。あ、ね、ワイパーとか。でも日本車は基本的に右だよ、ワイパーは。あ、違う、左か。左にあるんですけど、左のなんかどこをどうやってやるとなんかどこのワイパーが動くかってあんまり教えてもらえないじゃないですか。ああ、そっか。その車によるよね。でも、うん、あ、そうっすね。上にやると一回ピーって、で下にやるとなんかちょっとこうなんか定期的に動くみたいな。なんか忘れたわ、もうそこら辺の操縦の仕方。操縦いや、もうほんまに忘れたわ。ちゃんと持ってんねんけど免許。一回ちょっと乗ってほしいわ、俺車。いや、俺もう怖いで。どんだけ下手か。なんかそういう広場で乗りたい。駐車場とかで、そうそうそう、なんかバック駐車とかしてみたい。してもらいたいわ。どんだけ下手か。やってみたいな。ちょっとほんまに多分怖いと思う。あやめちゃいそう。人をあやめちゃう。そうそう、怖くて。じゃあ今度イニシャル D で。ああ確かに。免許更新しますね。免許更新のテストします。なユニティでそんなあの。いや、ないっす。ないんか。勝手にやるだけさ。でもそういうのじゃ全然感覚違うもんな、ゲームとか。翔ちゃんは1ミリも乗ったことない。乗ったことないです。あのマリカーとかも下手くそなんですよ。だから運転も下手なんだ。乗り物に興味がないんで。え、バイクも乗ったことない？1ミリも。あ、原付だけ乗った時あります。原付の免許だけ取って。買ったの？買いました買いました。何買ったの？トゥデイってやつ。あ、トゥデイ。あ、トゥデイ。可愛いスクーターね。トゥデイ。今日ね。今日。トゥナイト。今日買ったんだ。トゥデイ。俺ジョグ乗ってたよ。あ、ジョグ。ジョグ。知ってる？ジョグ。わかんないけど。え、ヒビ君バイクとか乗ってた？乗らないです、一回も。ああ、まあでも都会っ子だから。バルサ積みは。いえ、でも田舎なんで。あれでしょ？地元は。基本馬でしょ？え、バルサ、スペインってさ、はい、車何が主流なの？ベンツとか。いや、全然フェラーリ。何普通の車じゃないですか。でも日本車なんて少ないでしょ。日本車ないですね。何、だってスペインの車なんて俺よくわかんない。俺もわかんないな。日産、同じマンションのところに住んでた仲いい家族が日産の会社の人で、スペインの社長だったんですよ。ホンダの社長か。金持ちはホンダの社長ってもう大金だよ。いや、ホンダさん。スペインのまあ、スペイン支部のスペイン支部のトップ。すごいな。それ大金で。大金持ち。そのマンションに住んでるってこと。大金。大金持ちだって。うちはそうでもなかったんですけど、他のうちはもうとんでもないです。いやいやいや、絶対絶対大金や。大金。そういうのがあったってことは、日産とかホンダとかがあったんじゃないですか。いや、だからそういうつながりがあるってことは大金。大金。大金。大金や。でもやっぱ世界のホンダだからね。世界のホンダっすね。そう。ホンダの社長のうちはプール3個ぐらいついてましたよ。いや、もう大金やって、ビッキーも。プール1個であったでしょ、プール1個。いや、うちはなかったっすね。でも、どれぐらいの部屋？大金でしょ。いや、スペインにいた時は、まあまあ、いい部屋でしたよ。やろうね。クリスマスツリー飾れるぐらい。ああ、それはもう大金。大金。すごいな、いいな。プールはない。プールはなかったです。え、お風呂はどんぐらいは広かった？お風呂は普通に広いっちゃ広いですけど。ジャグジーではないです。あ、なんか向こうのお風呂って結構ユニットバスみたいな、風呂トイレ一緒みたいな感じの、 ああいうのが主流なんで。そうやんな。湯船に浸かるっていう。広いは広いけど、なんか湯船に浸かるとかそういう感じじゃないです。銭湯とかもなかったでしょ？ないっす。温泉もない？温泉もないです。なるほどね。大金か。大金か。ビッキー大金か。大金じゃないっす。え、今は違うの？今はもう大金。今も違いますね。向こうにいる間は大金だったの。大金になってるんですけど、
戻ってくると給料元に戻るんで。ああ、まあやっぱその海外転勤手当てみたのでやっぱ大金だったね。だと給料が 1.5 倍とか 1.8 倍とかになってます。すごいね。大金。じゃあ響くんはじゃあ大金ということで。はい、今回はそういうことで。はい、響くんが大金ということで。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、おやすみなさい。おやすみなさい。